閻魔と地獄多ユーズ、猛者の生前の諸行を映し出した、清志鏡を覗き込む閻魔の姿清。張鏡とは、閻魔が亡者を裁くとき、善悪の見極めに使用する地獄に存在するとされる鏡である。上張の漢字は清志清志葉始む、清張りなどとも挙げられる。公共、鏡とも、閻魔王朝に置かれており、この鏡には、 亡者の生前の一挙手一投足が映し出されるため、いかなる隠し事もできない。主に亡者が生前に犯した罪の様子が、はっきりと映し出される。もしこれで嘘をついていることが判明した場合、舌を抜かれてしまうという。また、これで映し出されるのは、亡者自身の人生のみならず、その人生が他人にどんな影響を及ぼしたか。 またそのもののことを他人がどんな風に考えていたかといったことまでがわかるとも言う。行教という故障は人間の生前の業をすべて映し出すことができる鏡であるという意味である。一説によればこの鏡は亡者を罰するためではなく亡者に自分の罪を見せることで反省を流すためのものとも言われている。簡訳物典で梵語の梁は透明で美しい宝石あるいは 水晶などの意味で用いられており、清し針鏡は具体的にどのような宝石でできた鏡かについては明確ではない。後者の意味から水晶性であるとも一般的には言われている。人間の善悪の行情を逐一確認することが可能だとする役割は、愚章神たちが記載するとされる菩薩と共通したものであるが、文字情報ではなく映像として本人に、 それを証拠として見せる描写などが存在する点が大きな特徴である。清志張鏡は中国で獣王による死者たちへの裁判の仕組みについての思想が整えられるに従って、縁魔の用いる裁判器具の一つとして広く民間にも定着していった。南宋の時代に中国で描かれた獣王図では、亡者の生前の行いを映す鏡として、 名府で裁判を行う獣王の一人である、炎魔王の絵の中に書き込まれている例が広く確認でき、それらを模して制作された日本の獣王図にも組み合わせが受け継がれている。日本でも中国の獣王に基づいて平安時代に作られた仏説地蔵菩薩発心因縁獣王業に炎魔王のもで行われる裁判に清酒針鏡が用いられることが記載されており、この記述や、 十王図や六道絵での十王による裁判の様子を描いた絵画を起点として、その存在が語られるようになったと考えられる。少女来号寺の六道絵のうちの閻魔王朝図にも記用、張り鏡は書き込まれているが、画面内に配置された文章から、仏説地蔵菩薩発信因縁十王行の影響が色濃く見られる。日本では、近世から近代にかけ、炎魔王の持つ品物、 地獄の裁きに欠かせぬ小道具として、清し針鏡は広く用いられた。未不狂言の、蔡、河原野や、千葉県の交際時に伝わる民族芸能、鬼乱号でも、地獄で、亡者たちが裁かれる場面などで、清し針鏡が小道具として使用される。鏡の持つ力から転じて、真実を照らし出してみる、暴き上げてみるという表現として、 寛用表現にも使われている。ありがとうございます。